久しぶりです。イヤリングが似合ってる、ありがとう。珍しいやつにしました。ああ、びっくりした。なんか、まあ実を言うと別にお話しすることもね特にないんですけど、そう、何にも決まってないんですよ実は。服おしゃれですね、ありがとうございます。やらない方が良かったですか？なんでっていうの。じゃあなんか話題を提供してください。女役司会、あーなんか始まったみたいで、3-2の 3-2、 ぜひお話ししましょう私と。生写真サイン CD、 そうそうそう、生写真サイン CD がそういえば今日の23時59分までになってます。浴衣です、浴衣着ます、着てますか。浴衣のね自撮りを撮ったんですけど、なんと漏れたのでおすすめですよ。オンライン握手会申し込んだよ、ありがとう。握手、やばい、ゴムついてた、恥ずかしいな。私プリンセスじゃないです。CD 買ってよ、ありがとうございます。2枚申し込んだよ、ありがとうございます。はい、いつもはね結構関東、東京と大阪と名古屋と福岡が多いと思うんですよ、結構やるとして。ですけど今回はどこにいても参加可能、素晴らしい。ということでね、ぜひ気になってるけど行ったことないよ、行けないよっていうあなたにおすすめです。はい、岡奈ちゃんの直筆サイン入りの写真付き CD 買ったよ、ありがとうございます。 ありがとうございます、楽しみにしていてください。私がいろいろ頑張ります。今日ラーメン塗ってないな、失礼します。ラメ塗ります。これは誕生日にリノにもらったラメ、待ってめっちゃ難しい、こっちで塗ろう。あ、やっぱ全然違う、ラメ塗るだけで。わかります？わかりますか？ほら、まあいいです、私的に変わったんで、私的には全然違いますね。あ、危ない危ない。13日オンラインお話会楽しみにしてるね。私も楽しみだよ、楽しみましょう。
可愛い、早く会いたいです、可愛い、ラブラブしたい、すごい嬉しいけどラブラブはちょっと無理ですね。規制配信の話して、じゃあちょっとしたら話します。今日ラメなんとかって思ってた、あるの好き、私もラメあるの好き、私的に絶対ラメ割る方が可愛いと思ってるの。この前の博多ニコニコの夏祭り6時間半全部見ました、すげえ、若菜ちゃんの浴衣も可愛かった、ありがとうございます、可愛い。彼女どうすればできますか、ちょっと知りませんそうですね、あんまそういうことを言わない方がいいと思います。伊藤ごまさん、は、心を込めてハート100個ありがとう、初握手かっこオンラインだけどよろしくね、楽しみにしてるよ、楽しもうね、彼女にしたいよ、ちょっともうよくわかんないです、無理です、夏祭りの時のリモ本当に可愛かった、本当にありがとうございます、あれね、私も買ってきて、そうこれでお願いしますって言ったんですよ、愛知が持ってるなんとか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 何っていうか全然もう分かんなくなっちゃってるわ、イヤリング見せて、これです、こんばんは、こんばんは、前髪の長さ可愛い、本当に切ったんですよ、最近は前髪の好みの私の手周期みたいなのがあるんですけど、最近はあの日向坂さんの加藤志保さんの前髪がすごい好きなんでめっちゃ参考にするんですけど、私人の前髪と同じに切る才能が全然なくてできないんですよ、でもなんか別にこれでいいかと思いました、そうこっちをね多めに取るんですよって言ってました、おっしゃってましたブログで、キャー恥ずかしい今日の服の色と同じだよね、そうこの水色みたいな、これめっちゃ可愛くない、ここにねパールがついてるんですよ、ここに可愛いんですこれ、だから今日はパールにしましたさあ低いな、握手券なんとかしてて買えなかった、わかんないけど悲しい、悲しいよ、次の機会でお待ちしてます、私と雰囲気も似てる、似てないです、そんな申し訳ない、そんな言わないでください、そういう風に落とせてもあれですよ、何も出ませんよ、自分できるのもし本当に時々失敗するんですよ、へへ、その服かわいいでしょ、スワンキスだよ、スワンキスだよこれ、え、見える？スワンキスです。トップス、ニット。後ろになんか後ろがリボンになってるんですよ。さっきほどけちゃって、なんかリボンになってるんですよ。いやん。そう後ろがなんかリボンになってるんですよ。それが可愛いなと思って買って、これをねポニーテールとかして着たいなと思ったんですけど、今日は。巻き下ろしです、さすがリボン姉妹、リボン姉妹だよ、この服って洗濯難しそうやな、もうこういう難しい服はクリーニングですよ、それに限るぜ、背中向けなければ気づかんのに、どういうこと？リボンがあること？そういう問題じゃないのよ。チッ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 。大人っぽく見える。ありがとうございます。大人っぽく見える。大人っぽくっていうのがね、どれくらいかわかんない。でも私結構大学生に間違われること多しです。実は高校3年生です。実は高校3年生だし、まだ花のセブンティーンなのよ。そう大学生に見えるらしいです、私よく言われますね、あれもほどけてること、
違う、だってリボンがあるって言ったら後ろ向いてって言われるの分かってるんですよ。でも後ろ向くと私はダメなんですよそういうことなんです。リボン見ると踊きたくなるの俺だけか、それは君だけだよ、変わってるよ。私も20歳超えてるっていうか間違える、本当に大人っぽいんだ、きっとしっかりしているんだよ。そう、いい方向に捉えましょうでも女の子の年齢って分かんない、服着た時とか髪型とか化粧とかいくらでも印象って変わっちゃうからね。JR とのタイアップのやつ結構大人っぽい、あれか、あれはね、うん、早く会いたい。もうそんなに言わなくても大丈夫、見ましたってちゃんと、大丈夫ですよ。どうされましたか、ありがとうございます。あ、ちょっと困ってきたので夏祭りについて話しましょうかね。話しましょうかっつったってさ、あのみんな見てたでしょ、見てましたか。5時からでしたけど私たち見れなかった人いつと思うけど、みんな見ました、見ましたか。見てました、ちゃんと見てた、見てました。お、返事が怪しいぞ、見てましたよ見てましたよありがとうございます。まあそう、あれの通りなんですよね。6時間半で見てました、さっき聞きました、すごいと思います。タイムシフト予約したので時間があるときに見ます。なるほど、ちょっとそれは分かんないですね。私の顔早く覚えてほしい、それよく言われるんですけど、なんか名前を言ってくださいそう、ま、いっぱいね来てくださる方は、ま、覚えやすいんですけど、もちろんねそんなに余裕がないよという方でもおすすめの方法があります。それは名札をつける、ないしは名前を言うということです。ショールームやツイッターなどでたくさんリプやコメントなどしてくださると名前を覚えやすくなり、そしてその名前を言うことによって私はあなたが誰かもちゃんと分かるようになるという最高のなんて言うんですか、ルーティーンみたいなのになります。レオくん、元さん、ハートやっこありがとう。そう、顔覚えても名前と紐付けるの難しいよね。私はそれがすごく苦手のです。なので皆さん、私も頑張るので皆さんもぜひ名前を教えてくれると嬉しいな。そう、名前をね言ってくれると覚えやすいんですよ。そうなんです、なのでぜひ名前を言ってください。でもなんか覚えられることが全てではないと私思っていたのですね。私メンバーに名前教えてない、じゃあ無理だじゃあちょっと難しいなんか私的には結構あんまり覚えてもらおうって思ってたことがなくて、そうなんですよ、その向上心というか頑張るぞの気持ちすごいと思います。応援しています、応援してくださいハート100個、コウベイさん、ありがとうございます、ハートね。そんな感じですね。あ、15分経過しました、だって15分の女ですそう、なんかね、でも覚えてもらわなきゃ、覚えてもらわなきゃみたいな気持ちだけじゃなくて、普通にね楽しんで会いに来てほしいなと私は思います。まあ、うん、楽しみ方は人それぞれなので何とも言えないですけど、
そう、夏祭りね。で、夏祭りはそうだな、髪の毛を自分たちでスキンできたんですよ。そう、個性がありましたよね。なんかそれぞれなんとなくわかる気がしたっていうのが私はあれですね、感想です。あとすごい普通にめちゃめちゃ楽しくて、かき氷作ったり綿あめ作ったり射的したりしたのが楽しかったです。あとサイコリーディング、あれがちょっと難しかったですねちょっと難しかったなって思うのと、あとは普通にみんなとお話しして写真撮ったりしたのがもう楽しくて、すごい、なんだろう、なんか普通のことじゃないですか。でもなんかそれ久しぶりにやったからなんかすごい特別感があって、なんかね、現実味がなかったです。結構最初から最後まで楽しかったです。ハッピーでしたそうですね。皆さん浴衣着ましたか？っていうか浴衣って着ますか皆さん私はあんま浴衣着たことなくて、着なきゃいけない時以外は。そう、なんかそう、あんま着たことなくて。伊藤ごまさん、だるま100個ありがとうございます。だるまはポーズが分かんないんですよね。そう、なんででしたっけ、何の話だったっけな。あ、そう、浴衣ってあんまり着ないじゃないですか。そう、だから珍しいと思うんですよね。もう結構インスタグラムとかでね、浴衣って髪の毛をどうしようかななんて考えてた時に調べたら、結構ねインスタグラムの住人の方々は着てらっしゃって、おしゃれさんはすごいなと。浴衣はまだ着れてないけど着たいなと思ってる。小さい時しか着ないかも、多分着たことない。茶道部の部活で着てたくらいだな。茶道部浴衣着がちわかる。そうなんですよ。あれ、あんま着ないよね浴衣って。そう、今年はなんか結構シンプルな感じのが流行ってたのかなと感じました、インスタグラムを見る。でもその代わり髪にお花が刺さってたりとか可愛かったんですけど、私は絶対にしたい髪型があったのでやっちゃいました配信のライブをしては客席にお客さんがいなく、氷を打つような寂しかったとカレちゃんが言ってました。そうですかどうしたらいいですか。私はカレにコールを送ればいいですかなんか恥ずかしいんだけど一人でやつるやんの。いや、髪型好評でしたね。あれはメイクさんになんか浴衣に合うイラ髪型みたいなイラストあって、それを見してここを編み込みにしてここを2つにしてほしいんですって言ったら、もうすごいもうシュ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 ってやってくださったんですよね。あれ私もすごいお気に入りで、なんかまたやりたいなと思いましたね。いつかヘアメイクさんすごい。そうなのよ、ヘアメイクさんって本当にすごいの。本当にそうなのよ。リボンもメイクさんと3種類くらい持ってって、どれがいいですかねって言って選んで結んでもらったんです。そう、あれ実はリボンをピンに結んで刺してるんで持って帰ってきたんですよ。普通にまあ別に自分で買ったんでね、そう作ったのを持って帰って、去年のピンクのやつもあるんですけど、今回の水色のやつも私の髪飾りコレクションに加わりました
あんま喋る印象なかったけど一人喋り面白い。本当にありがとうございます。結構私饒舌なんですよ実は。今よりももっとテンション高いです多分。メンバーとかと話してる時、特に電話とか生で会ってない時の私のテンションの高さは異常ですね。レオくん、もとさん、だるまやっこ、ありがとうございます。ほらごしゃいちゃんちゃんのポーズ、手を開いて5本指。うん、おお。そう、あとラムネをね、早飲み私割りたかったんですよ。私でもすごい飲むの遅くて、結構特に炭酸早く飲めないんですけど、ラムネの早飲みって自分たちは絶対しないからさ、ああいう機会があると楽しいですよね。お見送りの赤のテンション上げ上げです、上げ上げはい、見送り懐かしいな、見送りとか。もう懐かしくなっちゃったよ。ねえ、公演したいな、ノーパラしたい。最近の私の願望みたいなやつはノーパラしたいっていうのが大きいかも。ノーパラしたいんですよ。昨日はあの YouTube さんで、あのなんかね残ってるんですよ確か。はあ、こうやって音が鳴ったら困る。うん、確か残ってて、そう残ってて、待ってマジで音絶対鳴んないよね。残ってますよね確か。博多の小妻さん、ハート100個ありがとうございます。そうで、ノーパラがすごいやりたくて見てたんですけど、もう懐かしいんですよ本当に。ノーパラ見たい、パラやりたい。ノーパラの好きな曲、やっぱ草原の奇跡とかかな。結構全部好きなんですけど。ひろたんさん、ハート100個ありがとうございます。そう、ノーパラはねすごくいい、すごい好きなんですけど、本当に1週間に1回は踊るくらい本当に好きで、なんかこの5期生とね公演を、まあ、お下がりとは言いただけたっていうのがもう嬉しいし、本当に多い時は1日1回はなかったか、いや、会った日もあったなとか、前に2日連続とか3日連続とか、そういうのとかがもうすごい嬉しくて、本当に楽しいんですよ。うん、気になる転校生好き。転校生は楽しい、盛り上がりますね。ペアのダンスが多いのでペアの人と一緒に盛り上がれるし。猫京都さん、誰も100個ありがとうございます。そうでね、ノーパラをね見てこうちょっと懐かしくなりながらさ、生誕祭毎回泣いてるね。もう泣かないって決めました。違うんですよ、あのね別に泣きたくて泣いてるわけじゃないし、あの泣くと映るんですよ、カメラの人が撮るんです私のこと。もう見ないでって感じで、もうほんとにめっちゃぶっさいくな顔で泣いてるからほんとに嫌なんですよ。だから絶対もう泣かないぞって思って、
して泣いてるっけ。いぶき泣いてる。いぶきいつもニコニコなんかヘラ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 くね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 みたいな感じじゃなかったっけ。そこは美味しいと思わないと。可愛い顔だったら別にいいんだけど、泣き顔はマジで嫌なんです。私なんかしかもなんかみんなにさなんかいじられるんだもん。なんかまた泣いてたね職人とか言って、やだーもう恥ずかしいよーってなっちゃう私は。うん、そうそうなんですよ。この気持ちはみんなには分かんないよ。泣いてる顔撮られたことないでしょめっちゃ真面目に話聞きながらさ泣いてる時の顔撮られてさ、後で自分でさ応援見てたらそれが突然映る気持ち考えてください。いい感じにさこうあの思い出してさちょっとふむふむってなってたら突然自分の泣きが映るんだよ。うわーってなるに決まってるので、今度からは絶対バレないように泣くっていうのを心がけます。いや泣く泣いちゃう、多分泣いちゃうんで、結局絶対にカメラマンさんにバレないように泣くっていうのを心がけますしかもさあのちょっとさ映る場所にさ移動させられるんですよ。私がいつもねいい感じにここだったら角度的に映んないだろうみたいなところに立つと、あのスススススってなんかどこされてうんうんうんってこうやって思ってたら、あの映る場所に移動させられてるんですよ嫌なので恥ずかしいので次は泣きません。私で本当に涙もろくて、あの日向坂さんの映画を見に行ったんですね何回か、あの全て号泣してまして私あのそう見に行かせていただいたんですけど、あの号泣してしまいまして本当に私結構涙もろいというか涙腺が弱いというか感情豊かというか、基本的になんか泣いちゃうんですよね。それで泣いちゃうんで結構いろんなこと泣きます。うん、心が綺麗だとプラス思考で捉えたいんですけど、それにしたって泣く私嫌ですね。ちょっと恥ずかしいんで本当に泣くのって恥ずかしいよ。なんか一人で映画見てても泣くし本読んでても泣きますね普通に。頑張れば曲聴くだけで泣けるし、まあ、今泣いてって言われたらまあ泣こうと思えば泣けると思います。きっと絶対泣かないけどねそうなんですけど、だから恥ずかしいんですよ正直。はあ眠たい。そうなんですよねえ、なんでこんな話になったんだろう。公園の話か。なんか配信で何話すか決めてなくてもなんかみんなのコメントからいい感じにできるから、いい感じ。かけぐるいはわかにゃん見た。私かけぐるい見てますよ。アニメもリアタイ、リアタイはしてないかリアルタイムは無理だったと思うけど、普通にその時に見てたし、漫画も読んだことあるし、実写は見たことないかな。見たことあります。かけぐるい結構好きなんですよね。めっちゃぶっちゃけてる。何が？なんか今話したっけ私何の話？泣いた話？ぶっちゃけるっていうほどのことでもないよ多分、知らないけどでもかけぐるいね、みんな見ましたか？かけぐるい何かもう一回見ようかなこのチャンスになんて思ったら、私がいつも愛用しているサイトでなんと見れませんでした。悲しいです。
あ、頑張れば泣ける、頑張れば泣ける、みんな頑張れば泣けるよ。あのコスプレ、あ、髪の毛が黒くて長いからでしょう。ジャバミユミコちゃんかな。ね。そう、私画集みたいなの持ってますよ。イラスト集みたいなやつ。画集っていうか、なんてイラストだったかな、なんかね、あれ、私がガンガンじゃない。月刊 G ファンタジーかな、かなんかのとこなんですけど、そこのね、別の作品を描いてる漫画家さんが、その、キャラみたいなやつを、描くみたいな企画の本を買ってますね。家にあります。それだけなぜか。原作は、何だったか、誰かに借りたのか、そういう図書館みたいなとこに行って読んだか、どっちかでしたね。ずっと触れて実写見れる映画はマプラだそうです。皆さん、そうなんですよ。私はあのイベントはやってないんですけど、皆さんぜひね、応援してあげてください。ご帰省は、あ、ガンガンジョーカーか、なんだっけな。ご帰省は誰がやってるんだっけ。ひじりとくるみとりのだけですか。いぶきいたっけ。ちょっと、誰だったかな。ご帰省は誰だ。3人じゃない。ご帰省いぶきやってる。じゃあ4人か。うん、オッケーらしいですよ。と言ってもね、なんか番組で決めるらしくて、今回のイベントは。なんで皆さんはね、応援してるよと言うばかり、そして念を送るばかりなのですけど、応援してください、みんなのことを。あさってだね。あさってなの？決まるんですか、あさってに。わあ、なんかドキドキしちゃいますね、そういうの。梅さん、なんて書いてあるか分かんない。ねえ。すごい、ドキドキしちゃうな。みんな。一人しか悩ないんですもんね。厳しい。なんかみんなできたらいいのにって思っちゃうけど、でもいっぱいの人が取材してきたらびっくりしちゃいますよね、出演者の方も。16人ぐらいが一気にドボドボってきてね。まあどんな結果なのか分かんないけど、ね、楽しみですね。ご規制に選ばれてほしい。ご規制推しなんで。なるほど。すごい、なんかすごい紫だ。すごい紫だ、ありがとうございます。後で読まなきゃいけない。何に読んだか分かんなくなっちゃった。韓国との納得なので片言ですが、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。すごい、なんか普通に考えてすごいですよね、こう国籍を超えてワールド、なんて言うんですか、わかんないけど、国際的。本当になんかありがたいです。ありがとうございます。コーヒーお茶です。あ、カップは私の生誕祭みたいなやつで作らさせていただいたカップです。私コーヒー飲めないんですよ。でもこういうこと言うと、あの、なんか子供だねって言われるので、ちょっとあんま言いたくないんですけど、コーヒー実は飲めないんですよね。ワールドワイド、それです。ねえ。
台風が来るなんて気をつけてください、ありがとうございます。すごいなんか全然片言じゃないですよ、めちゃめちゃ普通、言われなきゃ絶対気づかないもんすごい。いや私は2カ国語も話せないんですよ、日本語しかダメなんです。英語もね全然喋れなくて、でもなんか何カ国語も喋れる人になりたいんですよ。飲めないとかいつでいつか電磁石にされちゃう、ちょっと意味が分からないね。あのねなんか最近は博多弁で2つ目、博多弁は日本語だよ多分だけど、そういうこと言ったら私は友達の関西弁も映ってるんで関西弁もありますけど、うん、私はそういう感じじゃないですね国なのかな一緒に勉強しましょう、頑張ります。韓国語はリミカの影響でケンチャナヨとかしかわかんないリミカがめっちゃ言うんですよ。コーヒーの味が嫌いなので甘いとかじゃないんですよね。そうリミカがケンチャナとかケンチャナヨとか言うんですよ、私わかんないから何って言う何それって言うんですけど、したら教えてくれる。難しいんです、リミカはね返事が韓国語だったりするんですよ。そうなんか習ってた、お勉強してたみたいで、すごいなって思います。大丈夫大丈夫そうなんかねすごいですよね、お勉強して返事で出てくるんですよ、すごいなと思います。私でもそのケンちゃんの用は覚えてるので、あの普通に2カ国語で会話できちゃうんですよ。なんとかしてもいい、ケンちゃんだよって言われても、あありがとうとか言って普通に行けちゃうんです韓国ってドルゴナコーヒーとかなかった、あったんじゃないでしょうかあんまりわかんない、韓国ドラマとか見ないの、あんま見ないです。リミカの韓国語の発音かわいい、リミカの韓国語しか知らない発音があれが普通じゃないのかな、やっぱ訛りとかあるんですかね、わかんないな。英語とかは結構やっぱネイティブの方と私のような全然出てこないタイプの人だと全然違いますけど、返事としてコマをと言ってみてください、ありがとうっていう意味です。おお、また一つお勉強できました。握手会の時とかにもね時々いらっしゃるんですよ、韓国の方とか、あの韓国の人韓国から来ましたみたいな言われると、私の引き出しケンちゃんよしかないから全然会話ならなくなっちゃって、あーあーみたいなんですけど、今度言いますね、コマをありがとう、いい言葉ですね、今度から使っていきますね。最近はめっちゃ喉が渇くんですよ、ハート100個、バイキンマンさんありがとうございます、ハートー、よいしょ、あー疲れちゃった、ちょっといっぱい喋るとちょっと疲れてしまいますよね。実は今日はね誰も気づくわけないんですけど、あの珍しくあのスマホの方から配信してるんですよ。そうなんです、それだけなんですけどなんか画面がちっちゃいですね、やっぱりいつもタブレットでやってるので、なんか画質とかは、あ画質はいいんだ、やったねみんな、よかったじゃないですかそうでもね相撲だとねなんかやっぱちっちゃいんで、普段は大きいのでやりたがります、私はそういうところがある。
かありますか皆さん。私はよくこれを言うんですけど、コメント見るのは大変そう。でもなんかショールームって文字の大きさを変えれるんですよ。私は特大にしてて、これはみやびに教えてもらったんですけど、みやびがこれを特大にすると寄らなくても普通に見えるよって教えてくれたんで、それからずっと私は特大にしています。なので普通に見えますよ。はあ、特大にしてるけど、特大なのかなこれって、分かんないけど。そうなんですよ、そういうのがあって、そのスマホ自体にも入ってたりするんですけど、私はこのアプリの方でやってます。文字大きくて全然普通に見える、いい感じだなね。お腹空いたからカツカレーを食べようかと。食べてください。ね、なんか質問をください。質問に答えます。このお時間です。今日キムチ鍋だったよ、めっちゃいいじゃん、美味しいやつ。オンライン役所おすすめの日ある、やはり初日かな。でもなんか早く会いたいんだったら初日でも、いつでも。なんか逆にほらあんま変わんないから、変わんないっていうか場所とかがね違くないから、いつでもいいのかもしんない。てか私あんま把握してないです、正直な話をすると。ちょっと待ってね。リーコの好きなものは、それはリノちゃんに聞いてください。あった、いや見たことあったなこれ。待って難しいな。あ、研究生です。村上さん研究生です。村上さん時間全部一緒ですね。村上さん時間全部一緒なんで、いつでもいいと思いますいつでもいいと思います。全部時間が同じ。一応初日で申し込んでる。お待ちしています。ワクワクです。わーい、楽しみですね。どんな感じになるのかしら、ちょっと難しくてよくわかんないんですけど。オンライン握手会申し込みそうな日調整して応募する。よろしくお願いします。画面越しでもあるの楽しみにしてるね。私も楽しみにしてます。オンライン握手会と抽選だか当選しないとお話できない。そうなの？なんてこった。全員とお話ししたいぜ。それは悲しいぜ。ピエンピエン。悲しいぜ。そうなんだ。じゃあみんな当たりますように。いやでも当たると思う、多分。根拠のない自信だけど。はじめましてしたい。はじめましてしよう。それはしよう。やだな。楽しみだな。どんな感じなんでしょうかね。私もちょっとまだよく分かってないけど。楽しみだ。ワクワク。どんな感じなんだろう。
画面の半分ってだけど。え、でもあんまないと思うんですよ、今までなかったから。絶対レアですよこれは。じゃん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 。ね、楽しみだな。生誕地行きたいな。来てください。オンラインみんな下からだと顔わかんないから、ちゃんとなんかここら辺の高さにしてくださいね。目線くらいには。下からしたら誰かわかんないよ絶対。分かった？みんなちゃんと自分の目線くらいの高さにカメラ持ってきてくれないと顔なんかわかんないわよ。レイコの8匹特ね、ね、来てください。それは来なさい。スマホスタンド買わないと。あ、いいじゃない、スマホスタンド。そういうのがあった方が良さそう。確かに確かに。リングライト、私もリングライト持ってないよ。欲しいなと思うけど、私お勉強用のライトがあるからそれでいいんだ。先行体験会だったからそこでカメラの感じとか調整する。スタンド支えた方がやっぱいいのかな。両手使いたいんだったら、別に使わなくていいんだったら大丈夫な気がする。確かあれですよね、録画とかダメだった気がするから、そしたら別に手使わなくていいんだったら持ってるだけでもいいかもしんないけど、手震えちゃうタイプの人、緊張しちゃうよとか、お前の持ちたくないとか、そういう人はもしかしたら立てた方がいいのかもしれないね。てかスマホスタンドじゃなくてもさ、箱とかにこうやって立てかけたりとかするだけでも全然違うと思うから、ぜひ。10分も持ってるの？10分持ってると手プルプルする。 YouTube とか見ないの？みんな見ないの？絶対震えるわ。震えちゃうんだったら置いた方がいい気がする。手疲れちゃいそう。わかんないけど、私は自分のやつでやるんだったらスタンドかな、今みたいな感じでやると思います。多分ね。はい、今何時ですか？もうなんだかんだ1時間くらいやってたんですね今。わお、わお、なんですって、大変だわ。第1部は9時45分か10時40分。結構朝早いですよ。結構朝早めじゃないですか。頑張んないと。頑張ろう。早起き体にいいですね。一緒に早起き頑張りましょう。まあ土日開催らしいので、なんかここだけも嫌だな。実際に移動しなくていい方がはいいか。なるほどね。なんかでもテレビ電話みたいな感じなのかもしんないね。それはそれ楽しそうね。
ーガー食べてない、あんまり興味ないあんまり興味ない、実は。ラインナップルだからなおさら電話感ありそうね。だから特別感ありまくりなのではないだろうか。どんな感じになるかわかんないけど楽しみにしましょう。イエーイはい、じゃあそろそろね、私あれします、ランキング読みます。13位、りのりのり一体おかまさん、ありがとうございます。12位バイキンマンさん、ありがとうございます。11位コアラさん、ありがとうございます。10位ダユさん、ありがとうございます。9位ヒドタンさん、ありがとうございます。8位ヨッチャンさん、ありがとうございます。7位ニシプーさん、ありがとうございます。6位レイブドモンドさん、ありがとうございます。5位レオ熊本さん、ありがとうございます。4位ヨシボウさん、ありがとうございます。3位クジマリさん、ありがとうございます。2位が伊藤駒さん、ありがとうございます。1位がエゴキャットさんです、ありがとうございます。どうもどうも皆さん、ありがとうございました。ありがとうございます、皆さんどうもどうもありがとうございました。じゃあちょっとあれ読みますね、なんか特殊なお友達を読みますね。伊藤駒さん音符、ありがとうございます。レオ熊本さんだるま、ありがとうございます。レオ熊本さんバラ、ありがとうございます。伊藤駒さん小銭、小銭じゃない小判すごい悪いこと言ってた、小判、小判、ありがとうございますやん、現代風にしちゃったわ。伊藤駒さんバラ、ありがとうございますと読んだな。吉坊さんだるま、いろんな色のやつ、ありがとうございます。でひろさん小判、ありがとうございます。レオ熊本さんコスモス、ありがとうございます。タータマさんタコザンウィンナーみたいなやつ、ありがとうございます。こんな感じですね間違えちゃったの、5番だねきっと、わかんないけど、金貨、金貨ではないな。はい、というわけで以上ショールームでした。ぜひ、これ私最近いいこと覚えたんですよ。ツイッターとインスタとこのショールームのフォローよろしくお願いします。お願いします。村上若菜ですここまで来て名前知らない人いないか。ぜひフォローしてない方はフォローポチッとよろしくお願いします。はい、というわけでね、まあスクショタイムしますか、1枚くらい。OK です、終わりです。はい、皆さん今日は撮れたかな、大丈夫ですか、撮れましたか、大丈夫ですか。静かになったんで多分撮ってるのかなと。わあ、びっくりした、かわいい、ありがとうございますああびっくりしちゃった。誰ですか、ダユさん、ありがとうございます。じゃあ皆さんさよなら。今日は金曜日ですよね、確か。なのでいい土日を過ごしましょうはい、というわけでまたやります、ショールーム。バイバイ。